ニック・ウィリスはニュージーランドの陸上競技選手。2008年北京オリンピックの銀メダリスト、2016年リオデジャネイロオリンピックの銅メダリストである。ウェリントン地方ローワーハット出身。ウィリスは1500メートルを中心とした中距離選手を専門とする選手である。高校時代の2001年に1マイルで4分1秒33のニュージーランド高校記録を樹立。 カットバレー高校卒業後はアメリカのミシガン大学に進学、経済学を専攻する。ウィリスは2004年アテネオリンピックの1500メートルに出場したが準決勝で敗退している。翌2005年には1500メートルでジョン・ウォーカーが32年間持っていたニュージーランド記録を更新。翌年の2006年にはメルボルンで開催されたコモンウェルスゲームズで 金メダルを獲得。この種目ではニュージーランドの選手として1962年パース大会で優勝したピータースネル以来の金メダルとなった。ウィリスは2007年9月30日にシエラ・ブーシェと結婚した。ウィリスは2008年に北京オリンピックに出場。1500メートルで銀メダルを獲得。もともと彼は3位であったが、 ラシド・ラムジが薬物検査を受けて失格となり繰り上がって銀メダルとなった。かつてオリンピックのトラック中距離種目で数多くのメダルを獲得してきたニュージーランドに1976年モントリオールオリンピックの1500メートルでウォーカーが獲得した金メダル以来32年ぶりとなるメダルをもたらした。2010年に膝の手術を受けた。 2012年ロンドンオリンピックの開会式ではニュージーランド選手団の騎士を務めた。1500メートルに出場したが9位に終わる。同年に長男のラックランが誕生した。ウィリスは2016年3月に SNS でポルノ依存症であると発表した。同年8月、リオデジャネイロオリンピックに出場し、1500メートルで銅メダルを獲得した。 2017年8月、世界陸上選手権ロンドン大会の1500メートルに出場したが8位であった。ありがとうございます。